初めて優勝した明治大学の皆さんの練習をちょっと見させてもらいたいです。はい、よろしくお願いします。でもみんなこんな狭い感覚で練習するの？本当にしてます？いつもみんな入ってるんですよ。なんでもケツとボールみたいな。そうすごっ、チャックしたら笑っちゃう。こうバウンドさせて、あんま輪っかに収める感じ？自分で決めて、自分で決めてますね。あ、じゃあそれぞれなんか。手川さんは今これ何を狙って？一番手前の10ヤードに転がって止まるよ。転がって止まる。じゃあ輪っかに入れない？入れないで。はい、はい、10ヤード。はい、あのね、あのね、そうですね、グリーンエッジからのアプローチをイメージして。甘い柔らかい。梅宮さん、はい、はい、今どんなイメージで？今は、うん、あの青いフラフープ、カゴとくっついてるやつが30ヤードなんですけど、はい、ボールを置くように。あの辺にね、この辺に、この辺に青い、うん、あ、ファーフォー3番目だと思って、はい、結構遠いですね。どんだけ高かった？おお、綺麗。アドレナリンかな。アドレナリン。こういうのないかな。じゃあこう、じゃあイメージから、パー5の3打目、はい、あ、パー5の3打目、はい、はい、お、この、お、いや、ガチャン、ガチャン。すいません、ガチャン。あれ、本当30ヤード？ここの下がちょっと硬いので、ちょっと厚く入っちゃったりすると、うん、結構ミスショットとかが分かりやすいので。へー、いい感じ、いい感じだ。ナイス、はい、ありがとうございます。関野さん、どんなイメージですか？黄色い輪っかに転がって入れるように。転がって10ぐらいです。はい、細かい。入る、入る。あ、惜しい。入ったね。なんか意識することありました？あんまり好きなんですけど得意じゃないので、最近はすごいアプローチの練習量を増やすようにして結構安定してきたんですけど、なるべく体と連動というか、動かしすぎるのも良くないんですけど、手だけで上げるのも良くないので、程よい感じで連動させるようなのを今イメージにしてます。連動させる。うまい。うわー、入ったね。ナイス。今さん2年生は今どんなイメージですか？今は20ヤードの赤いピンを選ってるんですけど、イメージ、あれに寄せるように、はい、おお、完璧やです。完璧ですね。なんか気をつけてることありますか？これなるべく転がせるなら、転がしクラブを選択して、あ、あんまり上げないよう、上げない方が楽だと思っているので、転がせるなら転がして、ちょっと自分がイメージで安いクラブ番手を選んで、プレイしてます。無理してなんかわざと上げるようにするので。なるほど、あまりいるからね、なんかカラーから上げようとする人。え、例えばあの30ぐらいとかもちょっと転がす、あんまり高く上げようとする。なんかグリーンの面が大きかったら転がす、まあ、半分ぐらいキャリーで半分転がす。うーん、まあそのぐらいの高さで、おー、すごい。ありがとうございます。高橋幸です。高橋幸さん。幸ちゃんがね、ちっちゃい頃からやってる。小学校5年生から。小5から。小5から。そのイメージで練習してます。一番左の白のフラフラ。すごい。なんかアプローチでも結構、クラブの、なんかその、遠心力っていうか、なんかそういうの感じたりしてます。
自分はあんまり感じないです。すごいなしなってるように見えるんですけど、柔らかい。お、いい感じ。おー、ナイス。お、ナイスイン。綺麗。アプローチレースが一番多い。パターが一番多い。パターはどこで練習するんですか？パターは家で。あ、家でね。家にグリーンある。グリーンっていうマット、マットが結構お父さんが大きめなやつ。おお。毎日？はい。毎日か。毎日だよね。寝る前？時間は別に特に決まってないんですけど。暇だった。パパ練習。暇、最近暇があれば私漫画ばっか読んでるんだ。何読んでんの？進撃の巨人ですよ。ちょっと遅いですけど、決まってます。好きな漫画は何かあるんですか？好きな漫画とかあんまり読まない。いや、さすがっす。ゴルフだよな。ゴルフですよね。漫画は読まないんですけど、うん、韓国ドラマは見ます。好きな俳優は？チョンヘンユです。チョンヘンユ来たよ。え、知ってるの、ゆこちゃん？わかんないっす。編集で出せないよ。著作権だよ。肖像権ですよ。ほら来たよ。私はちょっと違うの見せてくれる。編集。これは私今距離は関係なしに。ちょっとは気にしてます。片手であんな風に打ってるのすごいんですけど。打てる気がしない。でも両手より悪さをしないんで、うんうん、結構。めっちゃかっけえ。すごい。なんか両手だとすごい悪さしちゃって、うん、この時にこう、うん、あ、返した、返しちゃう、うん、癖で、それを今直している。やらしてもらったらクラブ借りて。できる気しないんだけど。え、当たってないもん。え、難しくない？え、めっちゃ、え、右利きだよね。はい、右利き。え、できる気がしないんだけど。できとるやん。不思議な感じ。あ、当たっちゃったって感じです。片手でやると、はい、一般的にはどんないいことがありそうですか？うんうん、私は暴れるから、はい、片手ずつやってるって、うん、同じだと思います。一般的によくゴルフのこと分かんなくて、うん、コーチに言われたことをそのままやってる感じなので、うん、純粋純粋特に深読みしてず、はい、アプローチ練習が違う、うん、結構。はい、ありがとうございます。これがフラフープ練習。フラフープ、はい、ちょっと次の練習風景を見させていただくんですけども、あっちにカゴが5個立ってるんですよ。タワー、 あれはどういう練習するんですか？誰が一番早く当てられるかっていう。当てゲーム感覚。あ、入れるんじゃなくて当てればいいの？当てるだけで。順番に順番に並んで、一人ずつ打ってって当てられるまで。うーん、毎回ジュースとか、うん、そういうお菓子とか、うん、人数分買ってきて、うん、当たった人から選べる。なるほど、それはちょっと闘争心もあるね。じゃあゆっこちゃんも交えてやりましょうか。この4人でじゃんけんして、あ、じゃんけんして順番を決めて、はい、で当たるまで、ノーバンで当たるまで、はい、ノーバンね、はい。だからあの低い弾道でこう当たっても OK です。 OK。 あ、なるほど。あ、トップでも OK。 はい、トップでも OK。 最初はグッ、じゃんけんぽい。はい、よいしょ。あ、じゃあ一番グッ、じゃんけんぽい。最後にはい、よいしょ。しょ、2番。じゃあ行きましょう。はい。おお、倒した。おお、あー、惜しい。残念。うまい。おお、超えた。超えた。2周目です。まだ。いい練習。おお、意外といいな。あれ、大きいぞ。こんな私服のやつに負けてらんねえぜ。あとちょっと左行っちゃった。惜しい。いけ、いけ、いい感じ。おー、優勝。うまい。
厳しい。厳しいジャッジが。ジャッジがよ。あ、そう、かのこ先輩やる？あ、来たかも。あー、惜しい。宇田さんのメダゴルフ部ちょっとネタが豊富と、おばさんの、いやいや今ね、5週か6週ぐらいさんで、はい、頑張ります。おー、おー、いいね、いいね、ナイスショー。なかなか鬼の練習ですね。終わりそうにも終わらないですね。しかもこれ当たるまでみんな抜けれないんでしょ、うん、男子とは交流するんですか？年に3回ぐらいしか会わない。え、男子ここに。あ、来た。ナイスナイス、終わった。やっと終えました。やっぱ楽しいね。本当に終えました。まあ、いい音した。見てる人が気になる、ね、普通のショットのね、練習風景を撮って。お願いします。痛そう。すごい。最初なんか圧倒されてます。だいたいせいなちゃんはどのぐらい？240-250。すごいね。240-250。1日だいたいどのくらい練習するんですか？1日90分。あ、決まってるの？キャディーアップにコースを練習させていただいてるので、ハーフがあって、終わった後に練習場に行ってって感じです。え、キャディーのバイトを？はい、あ、ホンチバーカントリー。ホンチバーカントリー、グレートアイランド。おー、グレートアイランドにいるの？すごい。たまに。へえ。やっぱみんな、やっぱキャディーさんのアルバイトしてるんですね。今1年生で2人なんですよね。はい。来年はそのスポーツ推薦に来る子は決まってるんですか？1人だけです。もっと来てほしいですね。来てほしいですね。はい。なんかそれはもちろん、あんまりゴルフの経験がない子でも嬉しい。はい、大歓迎。大歓迎ですよ。こんだけね、上手い先輩たちがいたらね、嫌でもなくなりそうで、私が入部したいぐらいですよ。えあ、でも授業でもやってるんですよね、普通の授業で。授業で、はいね、それでちょっとなんか授業でちょっと興味あった人とかもぜひ入部したらいいんじゃないか。ありがとうございます。はい。ナイスショー。へー、すごい。ちょっと緩いドロー系なのかな。そうですね、ドローが多い。うん、かっこいい。いや、なんか全然ずれない。ドライバー得意ですか？うん、飛ばないですけど、うん、飛ば曲がんないです。うーん、それが飛ばないように見えないんですけどね。230ぐらいです。230飛ばない方になっちゃうんですね、今はもう。コーチにはなんかその飛距離伸ばすためにはこうしろとかってなんかあるって言われるんですか？とりあえずフレッて振れ。あ、曲がってもいいから。なんかもうその練習の時から120パーぐらいの力で、マグリ、はい、フレって言われてるんですけど、なかなかそれはできないです。曲がるの嫌だもんね。フレって、まあ、言うのは分かるんですけど、腕を意識して振ればいいのか、それともなんか下半身を意識して振ればいいのかとか、いろいろなんかあると思うんですけど、何を意識してるんですか？みんな意識違うの？腹筋に力を入れろって言われる。腹筋に力を入れる。結構、中に力を入れて、まずはこの後半、うん、こっち側、うん、で右半分、左半分、で最高速度が出るように、普通はこっちで頑張ると思うんですけど、うん、18歳らしい、さっちゃん。いやー、18歳じゃないっしょ。キャロで、ローグ。はい、うん、ローグですよ、ローグ。いいね、綺麗。なんかこう、惚れ惚れしちゃうね。なんか
リズムがすごくいい。ドライバーなんか意識してることあるんですか？ここ、ため意識してやっぱため、はい、ためってどうやってやるんですか？きといよね。きとい。重い棒とか持って、うん、もうここだけひたすら家でやるとか、うん、ですかね。重い棒練習の時は特になんか押さえてもらうとかですけど、押さえる強い、もっとここで、ええー、そういう練習？たまにやる人いますよね、そういうのね。楽しみ。かっけ。かっちゃんは、はい、じゃあプロゴルファーを目指している未来のホープですよ。このテストはじゃあ4年生になるまではもちろんまだできない、はい、目標にしている選手とか。あ、宮里。おー、宮里藍ちゃんのなんかこういうとこが好きとかかっこいいとかある？なんか小柄じゃないですか、うん、そうだね。でも結構飛ばし屋で世界で活躍してて、うん、あのそのちょうど世界で活躍してる時に始めたぐらいなので、うん、あ、うん、すごいなって。そっか、小学校5年生から始めてる、まあ、初めてクラブに行ったのは4年生の時。4年生で、そこからちょっと遊びでやって、4年の終わりから試合で始めて、へぇー、愛ちゃんみたいな選手になって、はい、頑張ってください、はい、応援してます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。